自民党安倍派の政治資金パーティー問題をめぐり、4000万円超のキックバックを受け取っていた疑いが浮上している谷川弥一衆院議員、長崎3区。12月10日、長崎市内での囲み取材で、記者に頭悪いね。わからない。 と、逆切れしたことで批判を浴びているが地元民放局が12月11日に報じた谷川氏と記者との一問一答のノーカット版動画を見ると谷川氏の問題発言はこれだけではないようだ KTN テレビ長崎の女性記者から次に話を聞けるタイミングについて質問が飛ぶと谷川氏はこう言い放った「もういいよ君はいいから君以外には言うよ」 あんましつこいから君以外の人が来て「KTN の君以外の人あんましつこい人嫌いやなんだよ」言っているじゃないですか今日はこの時点でこの通りだってここに来ているんだからそれは評価してほしいな逃げまくっているわけでは何にもないさらに別の記者から今後囲み取材の場を設ける予定について聞かれると谷川氏はこう答えた。 何回ででもも来来てていいいいよ、毎日でも来ていいよ、毎日まあちょっと待っとってある程度済むまでもうちょっと待っとってって言っているじゃないですか新聞見ればわかるでしょ状況はあんたたちはプロでしょ今待ってくれと俺は言っているだけだから12月12日谷川氏は衆院本会議に姿を現した。 立憲民主党が提出した松野博一官房長官に対する不信任決議案の採決があったからだ立憲の議員が不信任案提出の趣旨説明を始めると谷川氏は目薬をおもむろに刺したかと思うと上下を見つめ腕を組んで目をつぶってしまいました注目を浴びる中で居眠りにふける姿は居直っているのか失礼ながら頭良さそうには見えませんでした とにかく強心臓の持ち主という印象を受けましたね本会議終了後記者に囲まれた谷川氏は両手で記者を振り払うような仕草を見せだんまり唯一頭悪いという発言についてだけは申し訳ないですと謝罪した上で姿を消した谷川氏は82歳長崎との往来で完全にお疲れモードのようだが 1>, 1時間30分ほどの本会議で爆睡を決め込む姿には SNS で批判的な声が上がっているうわあ記者に逆ギレして避難の最中に緊張感もなくよく寝ていられる問題は自民党ってこんなのばっかり谷川弥一衆議院議員はもういろいろあれだし議会中に居眠りする体力のないおじいちゃんだしでやめてよいと思う マジで議員の年齢も80歳までとかにせないかんのでない国会で爆睡してる頭が悪いと記者に言い放つ谷川弥一という汚いおじさん出てきたけどもう働く体力もない眠気に抗う素振りすら見せないおじさんたちの給料のために日々私は税金を払っているのかその老人に頭が悪いと言われてるのかと思うと非常に不快ですね仕事辞めて家で寝ろ 国会で居眠りできる強心臓の持ち主なら、安倍派の裏金疑惑を洗いざらい話してほしいものだ。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。この居眠り姿こそいかに与党がおごり高ぶり、内心は反省していないかということがよくわかる構図だと思います。 そもそも自分たちに問題があるのに記者から痛いところを突かれると説明責任も果たさずに逆切れで済むなら民主主義はいらないと考えます一般人なら仕事場で居眠りしたら職務専念義務違反で解雇されるのが普通だと思いますが彼らは上級国民意識で何とも思っていないということでしょうね 次の選挙では長崎3区民は将来展望を持ってこの男を交代させる必要があると思いますねそれとやはりこの廊下で体力的に衰えを隠せない勤務態度を見ると国会議員に定年制を導入することを真剣に検討すべきだと考えます議員の定年制は本気で考えた方が良いですよ。ルルールとししてはあるんでしょうけど。 82歳の方が居眠りを言われてもそりゃそうだろうとしか言えないおじいちゃんですよいろいろしがらみや運用で困ることもあるのかもしれませんがあるとも思えないけど徐々にでも本気でやった方がいい立候補の年齢制限じゃなくて議員としての年齢で判断するべきだよな ただでさえ理解力や判断力忍耐力などが必要な職場なのにおじいちゃんに委ねるのかまともじゃない地方の声を聞くことが前提ですが1票の格差で地方で役に立たない常識がない政治家が当選していますやはり一対1.2くらいで都市部地方の投票の格差を是正するべきです都市部では不祥事があれば大物議員も落選します 地方ではゾンビ議員ばかり。国が栄えなくては地方に回す資金も減少します本当の地方活性化は政治家ではなく民間の活力を重要視するべきです寝るのが仕事って赤ちゃんくらいでしょ赤ちゃんレベルの判断力だから何が良くて何が悪いかのジャッジもできなくなっているそんな人物に議員なんかやらせていいのか こういうい人物を選ぶ有権者にも問題あり自動運転の車に居眠り防止の監視装置があるのだから議員の席にも同様の装置をつけて議会中に寝ないようにしてほしいこの際 AI でも何でも使って全議員の議会中の行動を監視すればよくないでしょうか居眠りしたり紛らわしい振る舞いをしたら大きなモニターに映すとかどうでしょうね 朝から晩まで働いて、一般人が払わなければ差し押さえもある、高い高いいろいろな税金を払って、そこからこんなのに報酬が出て、こんなのが良い生活をしていると思うと、本当に泣けてくる。50%の人が選挙に行かなければ、全体の25%の支持を持つ自民が勝つのは当たり前です。こういう方を当選させている私たちが良くないのでは 選挙に行きこの人以外に入れて落選させることを真剣に考えるときに来ていると思います忘れる前にしっかり落としましょう50%のうち25%が投票に行けば選挙で落とすことができます民間企業でも会議中に爆睡したら上司から注意され場合によっては懲戒処分の対象になることもあります 国会中継はテレビカメラで議員の表情も見られます爆睡するほどお疲れいや余裕こいてますね記者に傲慢な態度で逆ギレした上自身にかけられた疑惑の釈明もなされていません7回当選しているようですがこの諸業は最近始まったものではありません自民党もさすがに谷川議員に大臣はさせていませんが この選挙区の人の投票基準はどうなっているのでしょうか。そもそも議員の定年制は確立しているはずです。麻生さんも同年代のようですが、引導を渡される前に定年に達している議員は、自ら記憶やめていただきたいです。 まあ長崎県民も7期当選して大臣にもなれない人を国会議員にしなければいけないということを反省してもっと長崎を盛り上げることができる人を候補者に選んでほしい西九州新幹線ももっと有力な国会議員がいたら今のような混乱は起こらなかったかもしれない。